何をしているんだ君は。二度とこんな真似は。いや、いい。君は僕に何か用があったのか？その見せたいものはどこにあるんだ。危ないからこれからはやめてくれ。こうしよう。僕に用があるときはこの場所で僕の名前を口にするんだ。君が僕を必要な時は呼んでくれ。
ところで、一つ忘れていることがあるだろう。あの時の僕の言葉を覚えているか。僕は必要な時は呼んでくれと、そう言ったはずだ。やはり僕の言ったことを理解していないじゃないか。ただの世間話に必要も何もないだろう。私、どうしてこんな。彼は最初からそんなつもりじゃなかったのに、結局何だったのよ。どうにもならなかったじゃない。君、
慌てて身支度を整えたばかりの君に差し入れだ。きっとまだ食べていないだろう。なんだ、誤解だったか。それで、漫画の状況は？まるで下等をなくした竹ネズミと同じじゃないか。この竹ネズミの主人公は、もしかして…そうか。とにかく君は続きの作業に取り掛かってくれ。去年の原稿は僕が探してみるから。もし僕だったら、そうだな。少なくとも僕なら、彼のように一人で思い詰めたりはしないだろう。きっと直接確かめるだろうな。僕なら彼女のことを信じるはずだ。だから自分の感情から逃げるようなことはしない。もし下等がなかったとしても、彼の気持ちは変わらない。竜が本当に欲しかったものは、下等ではなかったはずだから。もし彼に特別な思い入れがあるとしたら、それは、きっと竹ネズミの少女と一緒に眺めた下等だけだろう。いえ、こちらこそ光栄です。申し訳ないのですが、そろそろ始めてもらっても構いませんか？この後の予定が入っていますので。はい、彼女の作品は全て網羅しています。今回の物語もとても気に入りました。続編ですか？きっと読者の方が満足する物語になるでしょうね。僕は彼女が書いた漫画は全て好きなので、どんな物語でも読んでみたいです。もちろんです。彼女の漫画にキャラクターとして登場することは僕にとって光栄です。まるで一緒に創作活動をしているような気持ちになれますから。彼女と夜の街を散策する予定です。竜を祀るお寺に行ってみようと話しています。これも漫画の宣伝になるといいのですが。そういうことも言わされるだろうとは思っていました。ですが、彼女への言葉は、やはり彼女の前で直接言いたいので、ここでは遠慮させてください。すみません。